近畿浜の工業、あがた社長のウィズダム。このシリーズは平成から令和、激しく変化する時代の中で創業60周年の節目を乗り越えた近畿浜の工業、あがた清信社長と今を生きるウィズダムをゲストと共に見つめていこうというものです。あがた社長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あがた社長、今日はね、はい、また、前のようにですね、ゲストにいろいろ入っていただいて、いろんなこのウィズダムを見つけていこうということなんですが、はい、第1弾はこの人に絶対やってもらいたいなという方がいらっしゃいました。はい、柏餅和人さんというシンガーソングライターの方です。うんうん、若い方やで。そうなんですよ、今目の前いらっしゃいますけどね。若い方や。あの高校3年生でいらっしゃいます、今ね。で、生まれてからね、あの一度も、まあ、光っていうものは見たことがないんです。うん、でもね、僕ね、会ってね、思ったのはね、うん、光を見たことはないとしても彼は光り輝いてるなっていうことを感じました。あ、そう、今日は楽しみやわ。はい、さてね、うん、まずはね、うん、歌を聴くところから始めて、はい、それでお話をしていこうかなと思うんですが、はい、和人さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ柏餅和人さん、一曲ね、このあがた社長初めて聴くので、はい、魂を込めて歌をプレゼントしていただけますか。はい、では僕が自分で作詞作曲をした歌を一曲歌いたいと思います。僕はいつも、ライブなどの活動をしていますけれども、やっぱり自分の思いを歌にして、それを一人でも多くの人に伝えていきたいっていうふうなことを考えていつも活動をしています。で、そんな僕の歌が届いてほしいっていう気持ちを歌にしました。届け僕の歌。
けど好奇心のせいで何より歌うことが大好きで、そんな僕の声に乗せて僕の歌よ届け、僕の歌よ届け、僕の歌よ届け、僕の思いかけて、僕の歌よ届け、君の胸に届け、この思いのすべてを言葉に変えて、僕の夢よ走れ、ずっとずっと先へ、遥か遠い場所でも止まらずに行け。すごいわ。ありがとうございます。ほんまもっと陽気で聞かなあかんわこれは。ほんま拍手ごめんな2つで。もありがとうございます。ほんで一生懸命拍手で、すごいええ歌やった。届きましたね。いやね、なんでやろな、すごく なんか自分の心にもね響いてくるね。うん、もう63のおっちゃんやけどな、僕はね、はい、あのそんな年、まあ、分からへんかったかも分からない、初めて言うたけど、あのすごくね、なんか懐かしい、自分が昔思い取ったこと思い出さされる、やりたかったことがあってやっとった自分、それがね、はい、なんかふつふつ湧いてきたわ。今もその気持ちは変わらへんけどね、はい、まだまだやりたいこといっぱいあるけど、うん、あすごい、あの単なるメッセージソングじゃないね、まあ、僕の歌やな。ありがとうございます、はい、僕の歌やな、あがた社長の、みんなの僕の歌、みんなの僕の歌ね、みんなの僕の歌、うん、社長ね、みんな何かやりたいことがある、うんうん、でこれ、まあ、それメッセージソングやけど、うん、彼の人生も一緒なんですよ、うん、別に今すごくね、いろんな人に今、バックアップしてもらってるけど、うん、最初ただもう家でギターを覚えて弾いただけだよね、うん、はい、そこから何やったの、アクションがあったよね。まあ、ちょうど僕がギターを始めた頃に、カモン達夫さんの、音楽「花から牛乳」に一番最初出会ったんですけれども、うん、面白い歌やね、はい、で、カモンさんの歌を僕も自分でギターを弾きながら歌いたいっていうふうに思ってコピーするようになって、で、カモンさんの事務所に、僕が演奏してるところをビデオに撮って、送りました。で、そうすると、カモンさんから「まあ、僕は目が見えないということを伝えていたので、声のメッセージと、それから、一期一会という、まあ、簡単に弾けるギターみたいな楽器なんですけれども、これをいただきました。この一歩ね、踏み出すところが、その時いくつだったんですか。小学3年生です。小学校3年生でカモン達夫にアピールしようという、ね、思い立って、で即実行しちゃった言葉が出ませんか。いや、それはすごいな。ありがとうございます。いや、これすごいことやと思うよ。うん。で、そこで本当に夢実現ある種しちゃったんだもんな。はい。誰にも教えてもらったわけじゃないもんね。なんか感じたよね、はい。送ったらなんか返事もらえるかなっていう。はい。うん、実はその頃、実は僕落語にも興味があって、うん、落語、例えば、桂米朝さんとか、うん、桂枝雀さんっていう風な人の楽をずっと聞いていたんですけれども、うん、このカモンさんにビデオを送るのとほぼ同じ時期に、米朝事務所宛に、桂雑魚場さん宛の、手紙と、それからビデオ、僕がこれも楽をしているところを、ビデオにまた撮影をして送ったんですけれども、それからもう約10年経ちましたけれども、未だに
返事がありません。僕らで言いに来ましたか。誰やザコマッションに。いっぺんに嫌いになった俺。いやまあザコマッション見てないんだと思いますよ。なんか思われてね。まあねカマさんもいいですけどザコマッションもさばい人じゃないと。いや、うん、思いますけどね。うん、そうやってアクションを起こしてたくさんの人がこう、うん、カズト君を助けてくれ、はい、もういっぱいいろんな人集まってるよね、はい、うん、作曲も最初してなかったんだよね、はい、まあ、ずっとそのコモさんの歌とか、うん、そういったその人の歌をコピーするだけだったんですけれども、うん、だんだんと小学5年生ぐらいの時から少しずつ作曲をするようになって、まあ、今歌ってる中で一番最初に作った歌っていうのは、まあ、僕は兵庫県の明石に住んでるんですけれども、うん、明石の魚の棚商店街の、うん、魚が僕は大好きで、うん、まあ、魚の棚のことを、まあ、地元では魚の棚っていうふうに言うんですけれども、うん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 、魚の棚の魚っていう歌を最初に作って、うんうん、で、まあ、僕が最初に、タイの塩焼きを食べてこれは美味しいなっていうふうに思ったのがきっかけで作ったのが最初で、うんうん、でそこからだんだんといろんな曲を作るようになっていったんですけれども、うん、去年から、もっと本格的に曲作りを頑張っていこうということで、作詞作曲のレッスンを、受け始めました、うん、で、まあ、元イングリモングリというバンドの、うん、長島一時大ブレイクして、あ、今、まあ、今もブレイクしてるんですけど一時ごめんなさい今で言った。でもいつも武道館とかやってたもんね、はい、その長島さんという方は、まあ、横浜の方なんですけれども、うん、横浜と兵庫県明石で、電話を、つないで、で、毎週毎週少しずつ曲を作っていって、で、合計8曲、完成をしました。そんな人もね、うん、バックアップしてまだまだこういう話があって、うん、ギターを教えてくれてる人もいるんだよね。はい、今去年ですけれども、R1 グランプリという、お笑いの、日本一を決める、まあ、コンテストがありましたけれども、そこで、優勝された全盲の、漫談家の浜田雄太郎さんという方がいらっしゃいますけれども、この方に僕は実はギターを教えてもらいました、うん、ねえ、いろんな人が、ね、集まるんやな。でもそれって思てば、うん、そういうことができるっていうことじゃないかな、うん、うちの会社もそうやねんで、はい、いろんな人とつながっていく、うん、なんか会社となんかよくなんか重なり合うように見えるな僕は。彼の人生が、うん、すごく、うん、そんな感じが今すごく自分の中ではしてる。磁石みたいな人なのかなって、うん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 、うん、思います。これからね旅立っていこうという人やねんけれども、うん、まあ年齢は若い、年齢じゃないな、年齢じゃないですね。ほんでやっぱり才能いうのは大切やん、うんうんうん、才能めちゃくちゃあると思うな。ありがとうございます、うん、ほんでそれとやっぱりその環境、ね、みんながこう寄ってくる環境、うん、これでやっぱりそれ絶対必要やなと思うね。若田社長ね、あの一番最初にこう神田さんの弟さんの鳥海さんっていらっしゃって、うん、で教えてもらって会いに行った時に思ったのがね、うん、この和人さんってまあいわば目が全く見えない、僕ら見えてるじゃないですか、うん、で光のない人生をずっと送ってきた、うん、だけど、まあ、光ってるって言いましたけど、うん、その被害者意識のようなものがないんですよね、うん、幸せなんだよね。はい、よく目が見えないっていうことをどういうふうに考えてるのかっていうふうなことを聞かれるんですけれども、全く、まあ、とても大変なこととか、目が見えないっていうのは本当に嫌なことなんだっていうふうなことを全く思わなくて、それもただ一つの個性であって、例えば背が高い低いとか、勉強が好きか嫌いかとか、他にも例えば音楽が好きな人もいれば運動が好きな人もいれば、絵を描く美術が好きな人もいますけれども、そういったことと同じように目が見えないというのも個性なんだっていうふうにずっと考えていて、うん、決して、そんな大変なふうに考えたことは一度もないです。僕らはねもう本当に生きてて自分は損してるとか、恵まれてないとか思いがちですけど、うん、彼のような存在がね、うん、シンボルになって、うん、こういう生き方あるよって言ってくれたら世の中なんか良くなるような
なんか、まあ、変わってしまうような気がするけれども、ええ風に変わってくるするような気するね。本当、まあ、やっぱり被害者意識とかいう言葉がある、あるけれども、うん、今度もその言葉からあと生まれてくるもんは一体何やねんと言ったら、ないわな、被害者意識があったら、うん、だけどそれを個性と受け止めてもらえることで、ね、あ、なんか天から与えてもらった命、うん、悪いはずがないみたいなね、はい、そんな思いが伝わってくるんだけど、その思いも歌にしてるんですよね、はい、今日聞かせてもらえますか。はい、はい、伝えたい思いという歌です。ある日友達がこう言った。目が見えないことを言うのは恥ずかしいと言った途端に人に嫌われるような気がして、できれば口にしたくないと。また別の友達はこう言った。目が見えないことを誰かに話したとき、いろんな人に距離を置かれるような気がして、怖くて口にしたくないと。だけど僕は考えることも隠す必要もないだろう。見えないことも一つの個性だし、あなたのいいところはきっとそれ以上たくさんあるんだ。世界にはいろんな人がいる。ちょっと変わった趣味を持つ人もいる。でもそんな人を見たって全く誰も気にも留めないだろう。なのに車椅子や杖を使って歩いているのを見た人たちは、自分とは違う人なんだって決めつけたまま、なぜ戸惑っているのだろう。だから僕は思うんだ、そんなに深く考える人も気にする人もいないだろう。誰もが同じ気持ちでいられたら、自分を隠すことも諦めることもなくなっていくだろう。けど僕は思うんだ、勉強好きな人嫌いな人、背の高い人低い人、優しい人怖い人、いろんな人がいて、目が見えないっていうのもきっとそれと変わらないはず。だけど僕は思うんだ、そんなに深く考えることも隠す必要もないだろう。誰もが同じ気持ちでいられたら、自分を変えたら
ことも無くなっていくだろう。社長いかがだったでしょうか。すごいな、ものすごい言葉の力ってすごいね。今のこの歌の中でね、その、はい、もうほんま健常者の人とか なんかやっぱり出ない人、あの体の方に何か問題を持って帰る人というのは自分の方で言ういろんなことを喋るのがやっぱり言うたらあかんようなことを周り言われて、やっぱりそれで悩みがある、はい、悩みがあって口の方で言いたいことをもごもご言うて伝えることはできない。ほんでも聞く方はその分が聞こえないから何言ってるかわからないから、はい、語気が強くて何言ってるのとか、そうなんや、そういう話だ。ほんでそういう風な会話の中でになった時にどう伝えていくか、今度第二の言葉も話せなくなる。その分のね状況がすごく見えますわ。その時にもごもご言うようなことじゃなくて、その時スパーンと言える強さ、思い言うのがあった時にどんな形に今度変化するんやろ。自分の声聞いたらそれがものすごくスパンスパーンと出てるやん、歌の中でも、はい、それがね気持ちいいね。ありがとうございます。ものすごく気持ちいい、うん、そんな感じがしました、うん、これはええな。ありがとうございます。本当にね、これはええ、ほんま、うん、もういろいろ喋んなくても歌だけでちょっともうガンってきてしまって、ああ、いやいやいや、もう、ね、もうすごい大変だよなと思うわ、ほんま、うん、ねえ、今日どうしようもほんまにもうちょっと時間来ましたけど、赤田社長、じゃあ、まあ、赤田社長から最後にね、はい、柏町和夫さん、うん、まあ、今、高校3年生ということでね、うん、メッセージを彼にメッセージで締めくくりたいと思います。はい、はい、いや柏町和夫君ね、あのまだ高校生でまだまだお若いんやけれどもまだまだこれから人生長いでね、いろんな人のね、いや自分はものすごく才能あると思う。ほんで自分で才能を磨いていく力もあると思う。で周りの方も いろんな人がね協力してくれる人がいてはる。そういう人をもっともっと大切にしてね、まだ大切にされるようなことをやっぱり続けていっていくのはすごいことやなと、はい、あのまだまだ先僕も眺めさせてもらうんで、ありがとうございます。ぜひまたお会いしましょう。よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、今日は本当言葉の出にくい収録になりましたが柏餅和人さん、そして赤田社長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。激動の現代を読み解くヒント、これからも赤田社長とゲストとともに探っていきたいと思います。ありがとうございました。